あ、じゃあ行きますか。うわ、なんかカブロ町ではるかちゃん歩くのなんか怖いな。歩かせんの怖いんだけど、いつも俺が知ってるはるかちゃんだったら桐生のね、隣に歩いて手をつなぐっていうのがお決まりだったからさ、ちょっとこれ怖いんだよね、一人身で行くの。ヘイパパちゃん、怪しいってそれ。ごめんね、さっきは忙しそうな時にお邪魔しちゃって。いやでも大事なやつだからね、これは。それでおじさん、いや桐生さんからの伝言って。あ、そうだよね。その話をしないとね。当たり前だろ当たり前だろ。実は昨日の夜、俺と桐生さん一緒に大阪芸能の社長さんのインタビューを見ていてね、君のドームでのコンサートがキャンセルになったことを知ったんだよ。そうだったんですか。でも桐生さん、昨日の夜はちょっと忙しくてね、君に会いに行く時間がないから俺に伝言を頼むって。そうだね。それでおじさんはなんて。諦めるな、そう君に伝えてくれ。桐生が思ってるほどはるかちゃん弱くないよ。諦めるな短い伝言だよね。でも本当は桐生さん、もっともっと君に伝えたいことがあったんだと思う。でもこの諦めるなにすごい伝わるよ。だから一番伝えたい言葉だけを選んで俺に伝言を頼んだんじゃないかな。諦めるなかいい言葉だね。全然諦めてなかったぞはるかちゃん。桐生さんと君との関係はよく知らないんだけど、きっと桐生さんは君のことずっと応援してるんだろうね。はい、ずっと、もうずっとずっと応援してくれてます。うんうん、そうなんだ。だけどよかった、桐生さんの願いは通じたのかもしれない。ドームのコンサートはできなくなっちゃったけど、さっきの様子だと何かいいことがあったみたいじゃない。なんかあったの。はい、実はあさってドームで T セットの2人と一緒にコンサートができることになったんです。あさってっていう情報知らないんじゃない。ドームでほらよくわからないけど、ほらうちの事務所の社長と大阪芸能の勝谷社長が私たちに内緒で計画していたコンサートみたいなんです。だから私本当に嬉しくて。さあ馬場ちゃんどうするこれ。そうか、なんか知ってそうだよね。あ、そういえばさっきおじさんと一緒にテレビ見てたって言ってましたけど、福岡からわざわざ伝言伝えに来てくれたんですか。あ、いるの知らないのか。いやそれはそうだよね。おじさん相変わらず人使い荒いんだな。はるかちゃん、そんなことするなら電話してくれればいいのに。今ここにいるよ、ね、そう思いませんラン姉ちゃんとしんいちみたいな感じになってる。はるかちゃん、実は桐生さんは今カムロ町に来ている。言っちゃったちょっと前の職場のトラブルがあったらしくてね、短い出張みたいなもんだ。そうだったんですか。今は出かけてるけど、すぐそこのビル、それも行っちゃった。ニューセレナって店が入ってるビルに滞在して。行っちゃってる、全部行っちゃった。はるかちゃん、さっき桐生さんからの伝言を伝えたばっかりなんだけどさ。どうした。そのコンサートどうしてもやらないとダメなのか。やっぱなんか隠してんな。どうしてそんなこと。なんでだよ。これは俺の勘なんだけど、そのコンサート裏に何かありそうな気がするんだ。何かって何ですか。伝わんねえよそんなんじゃ。わからない。でもさ、そのコンサートって急に決まった話なんだよね。だったらなおさらおかしいって。日本ドームでのイベントなんかそんなに簡単に組めるもんじゃないし、絶対なんかあると思わない。まあそれはそうですけど。それにさ、実は今桐生さん大変な時なんだよ。親友だった人が事故で危篤になってるみたいでね。え、誰ですか。それは俺も知らない。でも落ち込みっぷりは半端ない。そうだね、大悟だよね。このままだとやけを起こして何かをしてしまう可能性すらあると思う。いや、それはないぞ、キリュウに限っては。あんなに強いそれだけはない。大事な人を失った時は心が弱くなるんだ。当たり前だろ。そんな時、もしそばに君がいてあげたら、きっとキリュウさんにとってそれ以上の心の救いはないと思う。いやー、逆だぞそれ。この諦める中、きっと何かあると思う。君はまだ若い。それに今ここで焦ってコンサートしなくても、またいつの日かちゃんと実力でドームの舞台に立てる時が来るはずだ。今は桐生さんのために彼のそばにいてやってもらえないか。どうなる、はるかちゃん。はるかちゃん、ごめんなさい。私は桐生さんのそばにはいられません。そうだよね、はるかちゃん。違うんだよ、ババちゃん。おじさんは優しい人だから、友達がそんなことになってすごく辛いんだと思います。でもきっと今私が戻っちゃったら、おじさんも私ももっと大事なものを失ってしまう気がするんです。はいはいはい。大事なもの。うまく言葉にはできないけど、自分が信じていたものが壊れてしまうっていうか、その、私おじさんを信じています、だから私はおじさんが苦しんで送り出してくれた道を進みます。いいぞ、はるかちゃん、よく言った。ありがとうございました、おじさんの伝言伝えてくれて。いや、それじゃあ私戻ります。ちゃんとレッスンしないといけないんで。はるかちゃん、最後に一つ聞いてもいいか。なんだよ、ババちゃん、そんな止めるな。最後まで俺が桐生さんとどんな関係なのか、それに名前すら聞かなかったけど、どうしてそこまで俺を信用することができたんだ。だってそれはお兄さん、おじさんの友達だと思えたから。見る目だけはありますよ、はるかちゃん。俺が？はい、私わかるんです。桐生さんが好きな人ってみんななんとなく似てる人が多いから。いや、そうなんだよね。似てるか。そうなんだよ。少なくとも私にはお兄さんが悪い人だとは思えませんでした。それじゃあ答えになってませんか。リキアみたいな雰囲気出てるよね、でも。ババちゃん、いや、ありがとう。大丈夫だよ。リキアの面影感じるな。それじゃあ失礼します。諦めなかったな、はるかちゃん。強くなったぜ、やっぱ。ほんで、馬場ちゃんどうするん？やっぱり俺はまだダメだね。いや、優しいよ。優しいの大切よ、馬場ちゃん。みんなおかえり。さあ、ダンスやるよ、ダンス。ほら、何くっちゃべってないで、ダンスやるよ。ほら、あずさ携帯ついてる。おい、まあいい。なんか異性堂々と、なんかそんなドヤ顔しないの。あ、始めよう始めよう。あ、私が待たせてたんだった。はるか、すみません、お待たせしました。何事もなかったみたいやね。ほっとしたわ。でももう用事はええの？これから本番まで練習漬けやで。何か用事あるなら今がラストチャンスや。どうする？練習始める？再開します。大丈夫です。はい、大丈夫です。練習お願いします。よっしゃ、ほな始めようか。ビシビシ飴とムチいくで。おかっちゃんじゃね、これ。これ渡瀬でしょ。これ渡瀬とかっちゃんよ。うわー、絶対かっちゃんだ。かっちゃん、かっちゃん。なんかちょっと片方だけずれてる。布団かけてあげて。キリュウ、キリュウ、大丈夫か？大丈夫かしら。かなり苦しそうだけど。苦しそう。俺は腕やったが、こいつは脇腹に一発黒取る。ここまでたどり着けたんが不思議なくらいや。病院に行った方がいいんじゃないの？そういうことか。そうした因は山々やけどな。今病院に近づいたら警察に捕まる可能性。いや、冴島さん、あなたも片腕やられてるでしょ。2、3日は身動きが取られへんようになってまう。なんでそんな正常でいられるの。それだけは避けなあかんのや。いや、あんたらすごいんだけど。あんたらで奇跡なの。迷惑かけてしまうがな。それは全然いいんだけど。まあまあいいやつ、やっぱり。どうだ、怪我の具合は。桐生もダメです。ダメです、桐生は。そうか。それで大悟の方はどんな具合。ああ、どうそっちも悪い。心臓を無理やり動かしてるって状況。今日明日が峠ってとこだろ。マジか。桐生何してんの。しかし驚いたぜ。俺が追いかけてた殺人事件の容疑者と堂島大吾が一緒に東都大医学部に運び込まれたって聞いた時は、てっきり東上会と近江連合の抗争が原因で殺し合いでもしたのかと思ってたが。いや、そうだよね。まさか事件の裏にお前らまで控えていたとは。はい、大体事件の裏には控えてますよ。俺らをかくまうようなことして大丈夫なんか。大丈夫なわけねえだろ。バレりゃまた免職もんだ。伊達さんなのにかくまってくれる。俺の刑事人生は17年前の桐生の逮捕から始まったみたいなもんだ。途中退職も桐生、そして復職も桐生。まあ言い換えりゃ、俺はこいつがいなかったら刑事なんて仕事やってんねんだから。ルパンと銭形よね。立場は違えど相棒みたいなもん。いや、だからこそエイトきつかったな。うちでもなけりゃ同僚でもない。でも必ずどっかでつながっちまう。エイトつながり終わったからな。こいつはそういう因縁ってやつで結ばれてんだろうがな。なんか泣けてくる。泣ける。この店もそうさ。17年前も桐生はこの店を出てから事件に巻き込まれ、親友のため罪をかぶった。そうだよね。そしてその10年後、桐生はまたこの店へと戻り、東上界の消えた100億事件に巻き込まれていた。そうだね。すごいよな。それから7年間常に桐生は裏社会のキーマンとして戦う運命にあった。だがいつもその戦いの始まりと新たな人間との出会いの場所はこのセレナだった。確かに本当に思い出がすごいよ。ここは桐生一馬という男にとって人生の交差点みてえな場所。桐生聞いてたら恥ずかしいぞなあ。桐生起きたら恥ずかしいよ。顔をあからめてるよ多分。その通りですよ、伊達さん。あら、秋山さん来ましたか。この店は桐生さん、それにその信念に共鳴する人間の交差点。やっぱりみんなここに集まってくるんですね。いやー、でも落ち着くもんな一番。お前、お久しぶりですね、冴島さん。うわどうしてお前がここに。実は皆さんに近江連合と東上会の今起こってることについていろいろと話さなきゃならない、聞いておかなきゃならないことがあると思いましたね。そうなんですよね。秋山、まさかお前も1枚噛んどるんか。2、3枚噛んでます。1枚どころか。まあ福岡で始まり、札幌、大阪、そして名古屋と続いた東上界をめぐるこの一連の事件、それは全てつながっています。全てね。7代目近江連合現会長黒沢翼、彼の計画に気づいた3人の男の手によってね。3人の男。堂島大吾さん、それに大阪工業会長の勝谷直樹。はい、そしてもう一人はあの真島五郎さんです。真島か。これを真島さんと勝谷、それに各美玲という女性が命がけで計画したボクサー、愛する人間を守るための証拠です。皆さん少しお時間をもらえませんか。たっぷりあげます。桐生もう起きてるんでしょお前。混ざれよ、ぼっちみたいになってるから。今回の事件、全ては近江連合の現会長黒沢という男が計画したものです。それはもうご存知ですか。ご存知であります。ああ、お前が来る前に冴島からあらかたの話は聞いてる。あの黒沢って男が東上界の幹部や桐生、それに身内の渡瀬や勝也を消すためにやったことやと言うとったが、はいはい、そうです。全ては黒沢の余命が原因で今回の事件は始まっています。あ、そっか。東上界の杯外交、それに伴う福岡、札幌、名古屋での幹部殺害、全ては黒沢が描いた計画です。そうだ、あいつ病気ってたわ。唯一大阪で起こった事件のみが性質が違います。大阪での事件って一体何なんだ。パクさん事件ね。この手紙です。真島さんがかつて結婚していたパクさんという女性に宛てたこの手紙をめぐって、勝也率いる大阪工業とはるかちゃんが所属する芸能事務所ダイナチアとの騒動が起きてしまったんです。はいはい。真島の別れた女だと。冴島、お前そんなこと知ってたか。お、確かに思い出したわ。勝也っちゅう名前もパクいう名前もどっかで聞いたことある思ってた。うわ、冴島やっぱあるんだ。シャアに出てきてから一度真島の口からそんな名前のやつの話を聞いたことが。ああ、つながるね。おそらくお互いの今の立場もあって、いろいろと公にできないところもあったんでしょう。真島さんがかつて結婚していたという事実を知る人間はほとんどいないはず。いや、知らんよそんなん。で、この手紙がどうしたんだ。これがそんなに重要なもんなのか。その手紙は真島さんがかつての妻だった女性、はるかちゃんも所属するダイナチア芸能事務所の社長パク・ミレイさんに宛てたものです。問題はその手紙の消印。真島さんが札幌で殺されたという日よりも後のものです。はい。真島が死んだ後の消印だ。じゃあ生きてるってことだよね。だからつまり、しかも手紙の文面は真島さんの居場所を指し示す内容になっている。その情報を知った大阪工業の連中は、真島さんはまだ生きているものだと思い、真島さんの居場所を突き止めようとその手紙を奪いに走ったんです。そうだね。その結果、手紙を持っていたパクさんは非業な死を遂げ、その手紙を引き継いだはるかちゃんも大阪工業に追われる身となってしまった。ちょっと待て。じゃあ真島はまだ生きてるってこと。おい伊達さん、当たり前だろ。残念ながらそれはないでしょうね。なんでもし生きているとすれば、昨晩黒沢を追って姿を現しているでしょう。生きてますよ。真島さんは姿を現さなかった。お前の推理なかなか果てにならなかったな。この手紙がパクさんに届いた段階ですでに亡くなっていたと考える方が自然です。自然じゃない、不自然だろ。兄弟、不自然だろ。真島だぞ。ああ、この手紙どうやって真島はパクって女に出すことができたんだ。勝也です。そもそもこの手紙はあらかじめ真島さんから勝也に託されたものだったんです。なんだと。は？どういうことなんだ。何それ。ずっと気になっていたことがあったんです。大阪工業の人間はどこでこの手紙の存在を知り得たのか、それが全く分かりませんでした。確かにそのダイナチェアいう会社の誰かから話漏れたんか。いや、それはないでしょ。いや、それはありません。パクさんだもんね。パクさんは生前手紙を金庫に保管していたくらいです。誰も知らないもん。手紙を持っているということすら従業員は知らなかったでしょう。じゃあどっから。その秘密がこの写真に隠されていました。これは今から20年前、当時東京でアイドルとして活動していたパクさん、それにその旦那さんだった真島さん、そしてまだアクション俳優として活躍していた頃の勝也を写したものです。とんでもない3人だな。なんだと。とんでもねえ3人だわ。勝也のマネージャーをしていた男から聞きました。パクさんと勝也、それに真島さんの3人は20年前から切っても切れない深い絆でつながっていたんです。俳優を引退した勝也を世話したのも真島さんだそうです。そうそう。お前さっきこの3人が計画した言うとったけど、そしたらまさか。そう、真島さんの手紙の存在をリークしたのは勝也、それに他でもないパクさん自身なんです。何がしたいんだ。どういうことだ。ちょっと伊達さんワールドだね。おそらくその手紙は真島さんと勝也が黒沢の計画に気づき仕掛けたトラップといったところでしょう。ほう、トラップ。本来殺されるはずだった真島さんが生きているという情報をわざと流し、その情報に寄ってくる人間が誰なのか、それを見定めるための罠として手紙は用意されたものだったんです。はい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 。そして敵はまんまとその罠にはまった。バカだね。誰だったんだその敵ってのは。勝谷が会長を務める近江連合直参、大阪工業若頭の金井、それに俺をわざと煽って遥香ちゃんが大阪から逃げないよう誘導した府警の刑事、あの黒沢が真島さんの手紙を追っていた人間です。なるほど。金井て大吾を撃ったあの男。じゃああの二古文の金井がなぜ黒沢とつながっているということを知った勝谷は、自分が真島さんと通じているということを悟られないようにするため、あえて自らもこの手紙を追うような行動をとった。だから金井勝手な行動出たんだ。金井に監禁されていた遥香ちゃんを救い出したり、遥香ちゃんの身に危険が及ばないよう先回りするような行動をとった。確かにそうだわ。それがパクさんを守りきれなかったことへの償いでもあったんでしょう。全部つながった。パクは勝谷と真島の計画に巻き込まれた犠牲者だったってわけだ。かっこよあいつ勝ちゃん。おそらくパクさんもこの手紙を受け取った段階で自分の身に危険が迫ることは分かっていたんだと思います。秋山見る目があったんだな。だから事件の鍵を解き明かすためのヒントを、金庫の鍵である万年筆をはるかちゃんに託した。そうそう。もしものことがあった時、はるかちゃんならきっと自分の意思を継いでくれるに違いない。継いでますよはるかちゃんは。でもなぜそこまで分かっていてパクは真島や勝谷に協力したんだ。東上会と近江連合の構想とは関係のない人間のはずなのに。それが彼女と真島さんの絆なんでしょう。多分パクさんは死ぬまで真島さんと会うつもりはなかったんだと思います。そういうこと。生きる世界も違う。いくら愛していても一度すれ違った道は再び交わることはない。あ、現実ひどい、うん、それでも彼女はどこかでつながりを感じていたかった。だから勝谷を通じて真島さんの近況を聞き、20年前の思い出をよすがにして孤独なビジネスの道を歩んでいったんだと思います。なるほどなるほど、そういうことね。桐生さんと俺らの交わる点がこの店なんだとしたら、パクさんと真島さん愛し合いながらも別れなければならなかった2人の交差点は勝谷だったということでしょう。恋愛ドラマだな。しかしそれにしてもお前、よくその手紙と写真だけで福岡や名古屋の事件のことまで調べたもんだな。ああ、いや実は今ちょっとその辺りの事情に詳しいっていうか、詳しくなってしまった人間と一緒に行動してましたね。誰だそれ。元プロ野球選手でうちの店の客なんですがあ、ね、今ちょっと友達のところに会いに行ってます。友達？品だね。友達って誰だ。あ、大吾か。いや気まず。さすがに話さないよな。え？渡瀬？なあ兄ちゃん。え？一つ聞いていいか。例えば兄ちゃんやったら、同じ夢を追いかけた仲間が殺された時、夢と復讐どっち取る？急にこんな強面に話しかけられたら怖いぞ。復讐ですね、間違いなく。でもそいつが復讐を望んでいないんだとしたら、夢を取ります。そいつの夢も叶えるためにね。そうだよね。それが仲間ってもんじゃないですか。今度はその夢が渡瀬に託されると。悪かったな、いきなり話が。渡瀬も主人公なんよ。もうほなもう主人公。お前も敵じゃない、れっきとした主人公です。ああ、普通に言っちゃっていいんだ。これ敵だったらどうしてたんよびっくりした、急にくねくね出てくるから。うわ、なんかすごいな、3人で踊ってんの。なんか不思議な感覚だし嬉しい感覚。ゴージャスだなクリスティーナ。相変わらずの時計。ちょっともういつもそこでミスるわね。ああ、確かにさ、曲の後半で一番動きが激しいとこだけどさ、振りが頭に入ってないんじゃないの？なんでそんなこと言うの？仲間でしょ。先生、もう一度お願いします。仲間やん。もっともっとこう「大丈夫?」とか来いよ。でもあれか、もう近いからな、本番。失敗許されないもんな。うちのあの二人、性格は褒められたもんやないが、ダンスと歌の実力は本物や。振り付けを覚えるコツも、それを表現するテクニックも知っとる。それに引き換え、はるかの方はまだまだやな。せやけど、あのパクさんが夢を託した女、いろいろね、託されてるからな、今。なんとしてもあと一日でこの曲をマスターしてもらわんことにはな。せや、なんせもう明日にはドームの舞台に立つんやからね。明日か、もう運命の日明日なんやな。早すぎやろ。ドームのコンサートが危険だと。ああ、それそれね、ええ、実は一番皆さんに相談したかったのはそのことなんです。知りたかったよ。実ははるかちゃん、日本ドームでメジャーデビューコンサートを控えてるんですが、それが危険なんじゃないかと。けど確かあのコンサートは中止になったはず。それが違うんです。実は勝也が手を回して日程が今日から明日に変更になったんです。しかもはるかちゃんだけでなく、大阪芸能所属のはるかちゃんのライバル T セットとの特別ユニットを組んで舞台に立つと。冴島、そういうのも T セットって言ったら、はるかの代わりにコンサートやるっつったあのコンビがあれと組むのか。ええ、多分今も明日披露するデビュー曲のレッスンをしているところです。さすが娘いる伊達さん、知ってるね。コンサートが危ないチューンはどういうことや。ほら、アイドル全然頭に入ってないもん。多分勝也ははるかちゃんのコンサートが黒沢に狙われているというとこまで読んだ上で、わざとはるかちゃんの公演を中止にさせたんじゃないかと思いました。そうだよね、なんか企んでるよね。なんで黒沢がはるかを狙うんだ。もしもの時のための保険でしょう。はるかちゃんは桐生さんを殺し損ねた時の脅迫材料にするにはもってこいの存在ですからね。そういうこと。確かにあの時黒沢は言うとったな。あ、はるかにはるかの心配をした方がええっちゅうような。うわ、言ってたわ。だがドームでのコンサートはパクさん、そして勝也自身の夢でもあった。だからどうにか開催日を変更することではるかちゃんの安全を確保し、彼女をドームのステージに立たせようとしてたんじゃないかと。違う日になっても意味ないんじゃない。なるほどな。結局、しかしその予定も狂ってしまった。本来なら勝也は昨晩黒沢と決着をつけるつもりだったんでしょう。だが黒沢を取り逃してしまった。コンサートを中止しようにも当の勝也は意識不明の重体。事態は悪い方向に進んでしまってます。それでお前はどうする気なんだ。明日のコンサート、何とかして黒沢たちの侵入を防ぐ、もしくは延期いや中止にできないかと思ってます。ええー、中止か。マジか。まあそうなるよな。ドームでのコンサートなんてことになりゃ、それこそ万を超える人間が出入りすることになる。もう無理だもんな。実際黒沢の侵入は防げたとしても、その一味全員を締め出すなんてことは不可能だからな。正直辛い選択です。秋山めっちゃ考えたんだろうな。今日までは何としてもはるかちゃんを舞台に立たせるつもりで協力してきました。命の危機がな。黒沢がこの町にいる今、他に選択肢が。ダメだ。え、ずっと聞いてたんだやっぱ。桐生さん、桐生、あーきつそう。動けるのかお前すごいよな。どんな事情があってもそのコンサート中止にしないでやってくれ。え、桐生、お前話聞いてたのか。やっぱ全部聞いてたんだな。ああ、大体のところ。セレナのところも聞いてたんじゃないやっぱ。だったらわかるだろう、今ドームでコンサートをすることがどれだけ危険なことなのか。分かってる。それじゃどうしてはるかが今の話を知ったところで結局は舞台に立つ道を選ぶからだ。お前もそれを分かってて俺たちに相談しに来たんじゃないのか。そうなのかい秋山。ぽいね。おそらく遥を止めることができる人間は俺だけだろうから。だよね。そうです。きっと遥ちゃんはどんな危険が待っていると分かっていても舞台に上がるというでしょう。桐生に育てられた人間ですから。あなたが直接諦めろと言えば彼女はそれに従うはずだ。諦めるなって言ったもんな桐生は。危険と分かっていてもあなたに彼女を舞台に立たせる勇気がありますか桐生さん。桐生、ん？どうした？あれ？おい、桐生、お前どうした？俺が行ってくる。やっぱ伝説は伝説が止めないとな。みんな見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録はこちらから。ネクスト！次回のお話はこちらから見れるよ。またねー！